バイタル見るな、バイタルを。バイタル見るんじゃないよ。お前いつも後で見てんだろけ。何がよ、泣かすな。スパイ。ドンドルドン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 ドルドン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 ドルドン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 ドルドン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 。ナイスボタン、ナイスボタン、ナイスボタン。誰、誰にボタンですか。僕は誰インポスターですかって言ったの。誰、誰インポスターですか。確かに、確かに、書いてますからね、タブレットの上にインポスターは誰だって書いてますからね、ちゃんと。確かに。この状況で分かるわけねえだろ。むつさんもまだまだ初心者ですね。こういうのはないんですよ、インポスター。あ、そうなんすか。いや、マジか。はい、なんか、めっちゃエコーかかってるみたい。引っ越したてだからね。ああ、むつさん、お風呂好きだから、お風呂から。いや、違う。あれが風呂場で配信してるじゃん。女風呂で、女風呂から配信してる。やってないって。バレてないかな。ドンドルドン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 。リアクターはちょっとね、せっかくのタスクチャンスだからしっかりやってから勝った方がいいね。おいこれ白、オレンジ、青、ピンク。え、もう、見てます、お肉を。ああ、ナイスナイスです。ラウンジの一番右のトイレの個室の中に死体があって。あちゃあら、あちゃあちゃ。一緒に入ったんですね。一つ聞きたいのが、死体があったら扉って閉まらないとかってあります？関係ないです。アップデートされた、アップデートされた。一番右だけ扉が開いてる状態でした。見つけたときには。おぉ、割と、直近切るか。皆さん、リアクター右に直しに来たんで、はい、リアクター右で、アーカイブで、その後、ラウンジの方に多分行ってると思ってて、シャワーに僕と、サントスさんと、イズさんがいたかな。うん、じゃあ、アルマトヤハタサコが無理です。うん、右に言いました。アルマトヤ、はい、左です。左でしょ？あ、じゃあ、左だ、左です。はい、あとヤマン、最後、メインです。ヤーマンさんメイン。はい、イズさんと最後、リアクターなって、右行ってる間に僕はもうリアクターメインのタスクをしてたって感じです。あと、夏目も無理です。夏目先生は見ましたよ、右で。うん。え、じゃあ無理じゃないや。これ結構割とガチでなんですけど、うん、イズさんかな、シャワーで夏目、うん、シャワーでイズさんが右で夏目メインに行ったの見てないですか。あ、見てます、見てます。サントス先端、夏目の3人がシャワー側に降りてきてるのは僕、見てますね、リアクター中。その前は生きてましたよね。リアクター中か、リアクター。だから、ラウンジ自体だったら、夏目がシャワーアーカイブラウンジっていうケロを誰にも見られずにキルしないといけないです。うん。かやさんが直せたと思います、確か。はい。うん。まあ、死体見たのって誰でしたっけ。伊豆さん。伊豆さん。はい。あと、ヒカックさんとムツさんかな。俺、はい、撮ってんだよね。最初、貨物で湧いて、ラウンジアーカイブで、リアクターの時はアーカイブ撮ったんですけど、サントスさんがアイカーブインの見ながら、シャワーの、なんだ、名前がない部屋行きました、右の。うんうん。はいはいはい、そこで最終位置って感じです。ムツさんは見てますね。はい、僕、キッチン脇、展望デッキでダウンロードアップロードやって、コックピットエンジン最後です。ヤーマンさんってメインのどの辺にいます最後。最後どこら辺で、もうエンジン側ですけどね、最後左側には行ってます。だったらわかる。私真ん中ぐらいまで行ってたんで、見てないと変だと思うんですけど、だったら変じゃないです。はい。はい。OKです。梅干し食べて、スーパーマン。キッチン多いね。ダウンロードのキッチン。ダウンロードのキッチンか。
のアレディッシャが出るとは。ヤーマンさんか伊豆さんでやっていくのがいいかな。結構ラインも多いしね、伊豆さん。緑、緑青黄色茶色わーナイス。おーナイス。え、邪魔された？なんか長かったっすね。ね、異常に長かった。最後僕が一番左が最後に上げて終わりました。じゃあどうぞ。ごめんなさい、大した情報ないんですけど、その5秒前ぐらいにもコックピット見てて、マジで全員右にいて僕以外。宿舎前、金庫、エンジン、コミュー、武器庫、キッチン、デッキ、コックピットはもう僕しかいなくて。で、その時にセキュリティ1が見えたんですよね、5秒前に。うん、セキュにいた人いません？あ、僕です。あ、じゃあその人はできないとしかごめんなさい言えないですけど。イエーイ。パクさんはどこに行ったんですか？最後、金庫ですよ。金庫ってついてました。金庫、その5秒前はついてないです。5秒前だったら宿舎かリフトか金庫どれかにありますよ、うんうん、僕多分リフトですかね。リフトは結構いたと思います、うん、まあでも左組できないでしょ。いいんじゃない、左組できないって言ってじゃん。畑さんは白でいいです。はい、はい、うんうん、あ、アドミンの方を疑った人はどっちかっていうと畑さんは左にいるはずなので、うん、はいはいはい。ちなみに侵入経路がほぼないかな。伊豆さん視点さ、ムツーさんが弁当使った場合どう？出会ったっつったけど死体発見まで。あ、全然と弁当容疑を行くんであればムツーさんとヤーマンさんが容疑者に入ります。僕視点は、うん、どっちかというと。そうですね。サントスさんは入んない。サントス夏目先端が近いところに3人で降りてきたの見てるんで入んないですね。私夏目先生は覚えてないけど先端さんは見合ってたんで。覚えてない夏目先生。そう。え、最悪終わったじゃん。僕右で見たのは覚えてるけど。あ、そう、リアクターを直す前では見たけど、その後見てるの。その後シャワーいたけどね。センターいた。そうそう、センターも見たよ。なんか、あ、でも伊豆さんから出てるから、伊豆さんから出てるから。まあ、LINE ってことで。伊豆さん容疑者でいいんじゃないですか。はい、うん。じゃあまあ、3択か。LINE ではないでしょ。LINE。LINE か。LINE です。じゃあ、LINE から。扉閉まってないってことは、直近だもんね。ヤーマンさんの行動経路もう一回だけ聞いていいですか、うん、ヤーマンはリアクターが鳴ってで伊豆さんとすれ違ってで暗室やって除染やって最後左下の弁当掃除して終わりみたいな感じです。多分それぐらいですね、はい、暗室やって除染やって左下の、はい、まあ、伊豆さん発信だから LINE ではないか。死体1、まあ、シンプルな死人でしたね。すいません、怪しい。俺たちのビューティフォースタイル。あはは貨物にたくさんあるって思い込んでた。それ一個前か。もうダメだ。今日集中力がない。フォーカスミー。フォーカスオン。緑。まだ押してないか。とこ。はいはい。直近じゃない？え、今アルマさん殺しました？今センターさんのこと。いや殺してないです。というかエンジンの左側に死体があってエンジンの配線のところにムツーさんがいました。え、ちょっと待って、やっぱアルマさん、あ、いやもう、え、嘘。僕スパイです。え、なん、え、見間違いじゃなければ。ただ的にはどうですか。いや今僕配線のタスクビシビシ繋いでる時にセンターさんがチラッと見て、あ、センターさん来てるわって思った瞬間に死んで、センターさんが死んで鳴ってたんですよ。でそこにいたのが、あの鳴らしたのが、まあ、アルマさんだったんで、アルマさんを殺したのかなっていう発言だった。生きてるセンターさんを見たってことですか。いや、まあ、見間違いじゃなければあ、じゃあローラで大丈夫です。僕は倒れてる死体の先端さんとエンジンの配線にいるムツさんを見ました。で僕エンジンの上までちょっと行くときにレポートが光ったんで引き戻してレポートをしたって感じです。え、ロンドンなの？あ、それだったら僕バイタル見ててもう1秒前なんで、ナイス、アルマさんだと思います。バイタルを見るな、バイタルを。あ、じゃあ、はい、
じゃあ提案なんですけど、アルマさんが今スパイ仕様できたのって多分スパイを切ったっていうことなんで、センターさんスパイでムツさん白なる、じゃあ1キル目の容疑者がヤーマンさんしかいないんで、いいぞいいぞ、アルマさんスタートヤーマンさんまで釣りたいです。いいね、まあ僕視点の仕方なんですけど、まあヤーマンさんとイズさん釣ればそうそう、待て待て待て、聖徳太子じゃないここのみんなは、ちょっとやばいよ、もう何を喋ってるか、バイタルとアドミンは見るな、バイタルとアドミンは、アルマヤーマンで、アルマヤーマンの順で詰めばいいんでしょ、アルマヤーマンアリサルとアドミンカメラ見るんじゃない？いやそうだよ。アドミンいつも見てんだろ。アリサルとアドミンカメラ見るな。お前いつもアドミン見てんだ。これアルマ、アルマヤーマンさん相方だから頑張ってわめいてます。そうだよ。バイタル見るな、バイタルを。バイタル見るんじゃないよ。お前いつもアドミン見てんだろけ。いいんだよ、泣かすな。お前さっきカメラも見てたろ。だもうタスク終わるまでは僕は見ないですよ。タスクが終わったら暇なんで。犯罪だね。そうです。タスク終わらせるやつが悪い。確かに。頑張れ頑張れ。殺す殺すもう。殺す殺す。記念切れ。殺す殺す殺す。しかも終わりだし、釣ったら。ジャッカルいないの？初手。うん、ジャッカル本当だ。ああ、はい、ジュジュ。ジュジュ。何が起きる？ジャッカル。ジャッカル千葉さんかよ。すげえこと起きてる。しょうがない。しょうがない。殺したってことこれ。初手切りはしょうがないですよ。てかよくスパイ分かったね。いや山さんでしょあんな相方。あ、じゃあ山さんメインにいるのが嘘ない。すごい。メイン嘘です。はい。バイタル見るな、バイタルを。いや、教えた、聞いてくれたと思って、アルマ君が。すごい。かっこいい。ケアしといてよかった。いやこれ殺されるって思ったから引き返したら。ムツルさんがいてくれたからよしと思った。熱いムツル弁明聞きたかったのに。いやーよかった。全然話聞いてなかった。いやもうびっくりしすぎてやばかったけどね、本当に。センターさん死んだのと思って。見間違いって思ったけど一瞬。やった。おもろいな。あ、じゃあ次行きます。はい。これラスで。あ、僕、はい、僕007のテーマ曲歌ってたのバレてたかな。